言われた。あー、そうか、そうか。好きなペンギンたちが出てきました。なのでこのように先生の会は外に出てきてもらっています。ですが今日はあまり出る気ないなというペンギンたちは実は部屋にまだ残っているんですね。このようにペンギンたちの意志に任せた自由なイベントとなっております。4が長い、4が長い。さあペンギンたちの息の針をしっかり止めて、よちよちと走りながら息の針についていっていますね。このペンギンたちのよちよちした動きとても可愛らしいので皆さんご存知だと思いますが、実はペンギンたち足が短いわけではないんです。泳ぎやすいように体の中に足が浮き畳まれています。私たち人間でいうと空中椅子をしているような状態で走っていることになりますので、このようによちよちとした動きになります。さあ一生懸命飼育係を追いかけてくれていますね。こうして走り回ってもらうことでペンギンたちの運動の時間にもなっています。小屋にはプールもありますが、ペンギンたちじっと止まっていることが多くなってしまいますが、こうして走り回ってもらうことで足の裏の血行を良くしてもらっているんです。さあ餌に必死になってロープにぶつかりそうになっているペンギンたちもいますが、実はペンギンたちとても大ぶりなんです。このテールペンギンというペンギン、大人になると体長は50センチから20センチほど、体重は3キロから4キロと小型のペンギンたちです。今出ているペンギンたち小型には見えますが、実は全部は大人のペンギンなんですね。このように小型ではありますが、1あたり餌の魚を10本食べていきます。その小さな体にその魚が10本も入っていくんです。野生ではイワシやキシイなどを食べていると言われていますが、現在名古屋港水族館では小型のアジやマーマンゴーといった魚を与えています。だいたい 30g ぐらいのものを与えていますので、それを3キロから4キロの体重のペンギンたちが10本食べているということは、体重の10分の1の量を食べているということになるんです。わかりやすく私たち人間に戻しますと、60キロの体重の男性の方が1日に5キロほどご飯を食べているということになりますので、とても大食感だということがお分かりいただけると思います。またこのテーブペンギンたち、ペンギンと聞くと寒さに強く暑さに弱いイメージをお持ちのお客様も多いかもしれませんが、実は暑さに強い強いペンギンたちです。野生でもアフリカ大陸の南端、南アフリカ共和国周辺の沿岸部に生息していると言われています。そのように暖かい場所で生息しているため、このように名古屋の気候でも外で飼育することができています。さあ元気いっぱいに餌の魚を盛り上げているペンギンたちですが、飼育係は餌の魚を与えた後何かパーコースに入れていると思います。これは実はペンギンを表しているんです。名古屋港水族館では名前の代わりに番号でペンギンたちを呼んでいます。今名古屋2と言いましたね。19が名古屋とも言いました。これは19番のペンギンが7号を食べましたということになります。それを記録している飼育係もいます。こうすることで毎日の健康管理に役立てているんです。さらにペンギンたち大食感だとお伝えしました。いつの間にか食べ過ぎているペンギンも実はいます。ですがこうして記録することで、このペンギンは食べ過ぎているということにも気づけるようにしているんです。さあさらにこのように餌の取り合いが繰り広げられていますと、逆になかなか食べれないペンギンもいます。口の中に半分まで餌の魚が入ったのに取られてしまうなんていうこともあるんですね。ですがこうすることで、このペンギンは食べれていないんだということにも気づけるようにしているんです。11も上げてほしいです。さあそしてこの番号をどこを見ているのかというと、ペンギンたちの翼についているスリッパーバンドというものを見ています。翼の近くを見ていただくと、
れを見て番号を叫んでいるんです。さあ元気いっぱいなシュレックペンギンたち、まだまだ餌の魚を食べていますが、そろそろゴマハザラシのフィーディングタイムに移りたいと思います。ゴマハザラシのフィーディングタイムをご覧になっているお客様はお手数ではありますが、ゴマちゃんデッキの方にご移動をお願いいたします。もう一度見せてくれます。よいしょ。はい、手でキャッチした
というよりはお腹でキャッチしていますね。そんな嵐にお腹の音を聞かせてもらいましょう。前足がとても器用なんです。さらによく見ていただくと、前足や
この後も名古屋港水族館でごゆっくりお楽しみください。